板敷きの床床とは建物の内部空間の各階下面に位置する水平で平らな板状の構造物である。上面に位置する天井とは体になり柱や壁で結ばれる。天井、壁と合わせ建物内部を外部空間から遮断する役割を担うこともある。多層構造の建物では各階層ごとに床がある。住宅に関連する統計では 居住空間の広さを示す指標として床面積が用いられることが多い。まず床に要求されるのは構造的な性能である。床は固定荷重移動荷重といった積載荷重を支えなければならない。また、わずかな傾斜が居住性を損ねることもあるため、たわみが発生しにくい構造、念入りな思考が要求される。さらに、直接接触する面としての感触。 耐久性、衣装性、耐火性、メンテナンス性が加わり、用途によっては配線や暖房などの機能が加わることもある。在来工法の床構造在来工法では、コンクリート製の基礎の上に土台が乗りその上に床面が構築される。床材は厚み1センチメートルほどしかなく、土台の上に直接乗せては荷重を支えきれないため、 地面から 90cm 間隔で並べられた使い石と束柱によって、大火材である大火を支え、さらにその上に、大火と直角になるように30から 45cm 間隔で、根太が並べられる。床板を直接支えているのはこの根太である。伝統的な日本家屋では、さらに大火と根太の交差箇所に片杖という補強部材が斜めに渡されることもある。 二階建ての場合、床量と直行するように寝太がかけられ、その上に床板が貼られる。根太の材質や取り付けが悪いと床が鳴る原因となる。床には用途に応じて様々な材料が用いられる。廊下ならば歩行のしやすいもの、居室ならば接触して、心地の良いもの、浴室やトイレなどには防水性を備えメンテナンス性の良いものなどが選定される。ここに、 一般的な床に用いられる材料を挙げる。現代では、冷暖房設備の発達やオフィスの応援化に対応した床が作られるようになった。ありがとうございます。